をご覧の皆さん、こんにちは。プロテニスプレーヤーの澤柳梨子です。今回は相手から、チャンスボールが来た時に確実に仕留めるための、ボレーのコツを紹介します。高く浮いてきたボールを強く打つ場合は、通常のミドルボレーよりも動作が少し大きくなります。でその際に、叩くときにラケットヘッドからラケットを引いてしまうと、打つときにヘッドが動いてしまって早く出過ぎてしまうとボールが下に行ってしまいますし、遅いと遅れてしまってボールが上に抜けてしまいます。なのでラケットヘッドで準備するというよりは、この右肩を支点にして引くようにしましょう。ただしこの場合もラケットを振るのは禁物です。ラケットを振るのではなくて、あくまでも足ですね、足をしっかり2歩使って打つのが基本になってきます。バックボレーも同様に、肩支点でラケットを引いていくんですけども、バックボレーの方がやはり少し力が入りにくいので、ラケットヘッドを少しこう動かす選手も、いるんですけども、できるだけ足でしっかり打てるようにしていきましょう。では実際に打ってみます。ローボレーのような守備的なボレーの時には厳しいコースは狙わずに、しっかりと深く返すことを意識してやってきました。次はハイボレーの時はしっかりと角度をつけて短いところを狙って打つと、一発で仕留められるので実際にやってみます。今回は確実にボレーを仕留めるためのコツを紹介しました。チャンスボールだと思うとどうしても大振りになってしまったり、力が入りやすかったり、あとは先に打つコースを見てしまったりして、ミスが出やすくなってしまうので、ボレーはまずは基本は足です。足から打てるようにまずはしっかり皆さん練習していきましょう。